さあヒーローインタビューがスタートになりそうですね。放送席今日のヒーローは今シーズン6勝目をマークした滝浩太投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。強力ライオンズ打線相手、今日のピッチングご自身で振り返っていかがですか？もう本当に今日は、野手の皆さんが、いいプレーをして、勝てたなと思います。まあ、ランナー出しながらも3つのダブルプレーで切り抜ける要所で粘りが見えましたね。たまたまです。そして打線もいい形で援護は入りました。そうですね、先制点取ってもらってすぐ追いつかれてしまったんですけど、また取ってもらったんで気持ちを切り替えて頑張りました。どうでしょうか、最近はご自身ピッチングでもどかしい面というのはあったんではないでしょうか？まあありましたし、今日の方があったかもしれないです。まあ、そういった中でしっかりとローテーションを守って規定投球回到達というのも見えてまいりましたが、このあたりいかがですか？まあ、そこは全く気にせずに、まあ、1年間しっかり投げ抜いていっていればいいなというぐらいなんで、まずは目の前の試合をしっかりと投げていきたいです。残り試合も少なくなってまいりました。大勢のマリンズサポーターに一言お願いします。まだまだ最後まで、マリンズ全員で、頑張ります。まだまだ応援よろしくお願いします。今日の勝利投手滝浩太投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。やはり本人も勝ったんですけども、内容にはやっぱり本人としては納得いってないと。そうですよね、調子のいいのを例えば10とすれば今日はもう5、6くらいの出来だったんじゃないでしょうかね。ただそれでもまとめたという感じですか？というか、やはりフォアボールは今日2個なんですよ。そういった意味でバラバラの中でもまた取るところはきっちり取っていったっていう、あそこでフォアボールで崩れると大変でしたよね。はい、そう思いますけどね。なるほど、なるほど。